マーベルスタジオ社長、ケビン・ファイギが来日し、東京ディズニーリゾートで2月10日に開幕した、ディズニーファンイベント、D23 エキスポジャパン2018で、プレゼンテーションを、千葉、マイハマンフィシアターで行った。2008年の、アイアンマン公開から今年で10周年を迎える、マーベル・シネマティック・ユニバース。その前作のプロデュースを手掛け、大ヒットに導いてきたファイギが、 節目の年となる2018年に公開する3作品の見どころをアピールした。最初に紹介されたのは、アントマン15の続編、アントマンザワスプ。体のサイズを自由自在に変えられるスーツで戦う、主人公アントマンこと、スコットラング、ポールラッドは、シビルウォーアベンジャーズの戦いでの出来事に、未だ動揺をしているという設定だという。 世界初公開のメイキング映像では、前作に引き続きメガホンを取るペイトン・リード監督が、続編の一番の見どころは、ワスプとコメント。ワスプことホープ版、大役を演じるエヴァンジェリン・リリーは、ワスプがヒーローとして活躍し、超人たちの仲間入りするとアピールした。ファイギは、マクで、唯一子供がいるヒーローであり、父と娘のドラマが掘り下げられるとともに、 アクションとユーモアも兼ね備えた作品になると解説。同作は現在仕上げ段階で今夏公開予定だ。続いては3月1日に公開を控えたブラックパンサー。アフリカの秘境にある超ハイテク国家ワカンダの若き国王にして守護者であるブラックパンサー、ティチャラの活躍を描くアクション大作だ。ティチャラの妹で天才科学者の趣味が ワカンダで産出される貴重な功績、ビブラニウムで作り出した、ブラックパンサーのスーツやガジェットを兄に紹介する、場面が公開されると会場は笑いに包まれた。その他、韓国、プサンでのカーチェイス場面、グラミー歌手のケンドリック・ラマーが、本作のために手掛けた楽曲にフィーチャーした、ミュージックビデオも披露された。そして、ファイギが、 マーク史上最も野心作と自信たっぷりに紹介したのはオールスター大集結のアベンジャーズ・インフィニティ・ウォー。出演のクリス・プラット、トム・ホランド、ロバート・ダウニー・ジュニア、クリス・ヘムズワース、クリス・エバンス、チャドウィック・ボーズマン、エリザベス・オルセン、ドン・チードルらが日本のファンに向けてメッセージを寄せた動画が上映されると2000人以上の ファンが集結した会場のボルテージは最高潮に。そして、ファイギは、アベンジャーズとガーディアンズが合流する本作では、ヒーローたちの力関係や、共存関係が、見どころの一つで、新しいスーツ、新しいテクノロジー、新しいアクションが繰り広げられると約束。最後に、昨年アメリカの、d 十三エキスポやサンディエゴコミコンなどで、公開されて、話題を呼んだ映像が、 お披露目された。ヒーローたちが最強にして最強の敵、サノスを前に絶望的と思われるような苦戦を強いられる姿が映し出され、世界最速で4月27日に日本公開される超大作への期待を煽った。D23 エキスポジャパンはアメリカで各年開催されている究極のディズニーファンイベント D23 エキスポのビジョンを受け継いだ。 日本独自のイベント。13年、15年に続き、3回目の開催となった。今年は2月12日まで開催される。